皆さんこんにちは。こんにちは。待望の新製品が届きました。届きました。完成しました。もう見せちゃいます。行きましょう。じゃん。おっきいですね。でかいですね。かっこいいですね。圧倒的サラサラ感で操作精度アップ。マックスぐらいのアンチグレアフィルム4 iPad mini と iPad Air。 さらにでかい。でかい。ついに出ました。ついに出ました。待ってたんですよ、うん、私あの iPad mini 使ってるんで。ですよね。これ私の iPad mini 実機。あ、実機ほら。で、そうだな、このフィルム、今実はフィルム貼ってるんですけど。本当だ、貼ってますね。私これ iPad mini を買った時に貼った何か。何か、あんまこだわってなかったんですか、その時。いや、数がそんなにないよね。あ、そうですね。出たてとか、本当ただ保護するやつだけでしたもん。うん。だから、私はこのマックスムラのアンチグレアフィルムが iPad mini、iPad Air のプロジェクトが始まった時に、もうずっと期待してて、はい、もう剥がしました。ぜひお願いします。ありがとうございます。じゃあここで、ハリといえば。ハリといえば。あの方を、本日お呼びしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハリ名人のミスター安田。安田さん。貼ります。ようこそいらっしゃいました。貼りに来ました。早速お願いします。お願いします。はい、まずですね、内容物ちょっとご紹介皆さんにしたいんですけど、いいですか。はい、あのパッケージがこうやってなっていて、裏にちゃんと貼り方書いてありますんで、お届けの方は見てみてください。ここに挟まれてたんですけど、厚紙のところにフィルム、大きいフィルムついてますと。今回ページにも記載がある通り、お、100% 君に落ち込んクリーナーがもう基本でついてますんで、ぜひ皆様このクリーナー使ってください。メガネクリーナーにしてもいいし、はい、別に何を拭いても大丈夫です。はい、はい、じゃあね、この早速このクリーナーでキレキレして、はい、セロハンテープでキレキレして貼らせていただきます。いやー、いいやつなんですよ。いいね。これがね関係ないんですけどね、前使ってたフィルムでねアンチグレアじゃないんですよ、前使ってたのは。その辺にあった適当なやつ。あ、ごめんなさい、どうぞ。集中集中、ここで使うしばし待ちましょう。嬉しいな。ちなみにあの iPad mini とかは、貼るの結構大変です、うん、なぜかというとでかいんで、うん、このね、上とかこの四隅とかでこうやってピタッて iPhone とかの場合こうやって貼るじゃないですか。で、結構ね、この両サイドそんなにズレはないだろうなっていうのが iPhone とかのケースなんですけど、 iPad mini とか iPad Air はもっとなんですけど、でっかいんで上で揃ってるって思っても、この時に目では分からないその0コンマ何ミリのズレが下まで到達するとすっごいズレになってんだよね。そうですよね。あとホームボタンのところがね、ピタリはまんないんですよね。そう、めっちゃ難しい。これ、ハリサービスって店舗あるんですか。やってます。あ、やってる。ええ、ミニやります。エアーは。エアーもやります。すごいな。さすが、もちろんやっております。皆さん iPad mini と iPad Air をお持ちの方、ぜひともアップバンクストアの店舗で貼っていただいてはいかがでしょうか。慣れたプロが、職人が綺麗に貼らせていただきます。まずは、iPhone 版と同じようにこれ二層式になってるんですよね。はい、ほこりをね、取るシートとかも最初からついてる、あの素晴らしいやつ。ほこり取り機能付きフィルム。マックスブライのアンチグレアフィルムは貼り方が本当に特殊なので、通常の貼り方ではないですからね。はい、ぜひとも貼り方をしっかり理解した上で綺麗に貼られてください。すごい優秀なフィルムです。で、貼る際にこれまず縦に置いてもらって、こうやって U の字にするんですよね。こうやって。で、このようにしてホームボタンからこのように貼り付ける。へえ。U の字になっているんだ。U の字にしてこの真ん中から貼り付けていくのがコツですね。そっか。ボタンのところが一番ずれないように。そうです。あとインカメラ。インカメラ。で、コツとしては真上から見る。斜めから見ない。そうなんです。貼った時にズレとるやんってなっちゃうんですね。このマックスムライのアンチグレアフィルムは貼る時に中の構造が特殊になってて、ホコリを取る機能があるんですよ。なので、その表面に
ディスプレイの上についた多少のホコリっていうのは後でそのこの貼る過程でですね取れるんで、で真ん中から貼り付けてこのように気泡を外側に流してあげる。はい、嬉しいな嬉しいな、ついにですね、はい、フルスペックになりますね。いいな、私なんてマックスムライのアンチグライフルムフリーカット版を買ってさ、自分の MacBook Pro のあのあれなんだっけ、あのトラックパッドえ使ってるんですかに貼りたいと思うぐらい、今は貼ってないけど使いそうですよね。いや結構ねたまに聞きますよ。あ本当ですか。はい、マックスムライのアンチグライフィルムのフリーカット版をあの MacBook Air とかそのノートパソコンのその指でこうやって操作するあれです、はいはいはい、貼れました、ね、貼ってるって人いますね。で、ホコリ取り機能がついてる2枚目の剥離フィルムを剥がしていきます。ここに線が入ってるんでここで分かれてるんで剥がしてあげてすぐに貼る。いいっすねー、すあ綺麗ですね。いやー素晴らしい、スレッド、これでバッチリもうずれないわけですね。そうですね、素晴らしい。はい、しっかり貼れました。じゃあ次はこっち同じように貼っていきます。さーっと剥がしてそのまんま、いいねー、おー綺麗、すごいな、美しい、レベル高っ。一番気持ちいいところが今から始まる、最後の最後ですね、剥離シールですね。でマックスムライのアンチグレアフィルムは剥離シール、剥離シールですね、表面の剥離シールが、結構強く貼り付いているので、まず端っこだけこのように剥がしてあげて、ちゃんとこうやって持って、うん、そうしないとね一緒に剥がれちゃいますからね。ここまで正確にやってきたのに。そうです、でゆっくりと剥がしてあげる。これ意外と力いるんだよね。そうなんです。はい、おお、はい、完璧。あとは最後に綺麗に拭いてあげて終了です。うわ音がすごい出た。マックスムライのアンチグラフィルムの独特のこの音シュシュ言ってますね。はい、出来上がりました。どうぞ。ありがとうございます。できました。うわ完璧、すっげえ、うわうわやば、このサラサラ感はやばい。まさか iPad mini でもな、このサラサラ感が手に入るなんて思ってなかったな。いやついにね出ましたね。うわすごいな、音するんだもんな。シュ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 、どんだけスベスベなんや。私本体のね iPhone の方もねそろそろね貼って2ヶ月ぐらい経つんでまた貼り替えたいんですよね。あでしたらぜひアップバンクストア新宿でお買い求めの上あ、はい、げないんだ、そこあげないんだぜひはい、素晴らしいと思います、はい、素晴らしいと思います、ありがとうございます、はい、ほんとサラサラです。いいですね、いいですね、またです。そんなわけで改めてだと今回この2つですね。嬉しい iPad mini 版、そして、iPad Air 版が出ましたということで皆様ぜひともお買い求めください、はいはい、フィルムに必ず、落ちコンクリーナー、落ちコンクリーナーついてます、ついてます、君に落ちコンクリーナーがついてきます、はい、これでトータルでマックスムライのアンチグラフィルムはまず iPhone 5、5S、iPod Touch の第5世代バージョン、はい、1つで Android とか iPhone 4S とかの人に向けたフリーカット版2つで、3つ目がこの、まあ、ミニ、そして4つ目としてエア、これだけのバージョンが出たんですね。そうなんです、素晴らしい、皆様に必要なものを、お買い求めください。概要欄に全てリンクを入れておきましょう、はいはい、ぜひともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。マックスムライでございます。YouTube で見ている方は動画の下の赤い登録ボタンからチャンネル登録を、ニコニコで見ている方はマックスムライチャンネルトップページからお気に入り登録をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。また、動画の説明欄に私やまおちゃん、マミルトンや高橋くんのツイッターアカウントとかもまとまっております。ぜひともフォローのほどよろしくお願いいたします。
それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。